それでは鈴木雅彦選手の試合後インタビューを始めたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず試合を終えた率直な感想をお聞かせいただけますでしょうか。そうですね、全然納得いってない試合というか、まあ、悔いが残る試合になったなという感じです。対戦を終えて、相手の印象というのは戦う前と後で違う部分はありましたでしょうか。いや、でもやっぱり相手も K1 王者なんで、まあ、そこは想定内というか、やっぱり上手かったなという印象ですね。ありがとうございます。今回初めての東京ドームでの試合の印象というのはいかがでしたか。正直会場の広さとかお客さんの数とか見てちょっと会場に飲まれた部分があって、やっぱりすごいなと思いましたね、改めて。ありがとうございます。それでは試合を終えたばかりですが、今後の展望というのを教えていただけますでしょうか。今後はやっぱり今日のメインイベントで格闘技界を引っ張ってきたスター2人が戦う、これほど盛り上がることのない試合が、ね、今後もないといけないんで、僕がそういう立ち位置になって格闘技界を引っ張っていきたいなっていうのを倒して言いたかったんですけど、まあちょっと頑張ろうと思いますね。ありがとうございます。それでは続いてマスコミの方からインタビュー、はい、ではお待ちします。スポーツライターの瀬戸いますけど、お疲れ様でした。第一試合に出場するって部分でのプレッシャーってのはどのぐらい感じてますか。いや、第一試合、そうですね、もうなんでこの第一試合かっていうのを僕が組まれたかっていうのはもうめちゃくちゃ分かってたんで、やっぱ意識しないようにしてたけど、やっぱ無意識に体がもう力みすぎてたというか、思い通りにいかなかったですね。今日の試合でうまくいった部分とうまくいかなかった部分ってのを教えていただけますか。まあ、正直その1試合目ってなかなかこのプロのキャリアの中でなくて、やっぱ準備からそうですけどバタバタしちゃって、その試合に行くためになんていうんですか、その入り込めてなかったというか、そういう意識の問題もあるのかなと。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。その他ご質問ある方、はい。エフユナイトの橋本です。お疲れ様でした。今日いつものような爆発力が出なかったのは、やっぱりじゃあ相手投稿っていう以上に会場だったりとか場面のプレッシャーみたいなのが大きかった。まあ、もちろん相手の金越選手も上手くて。いけなかったっていうのもあるんですけど、自分の中でもっと出し切れてない部分もあるんで、まあ、どっちもですね、はい。リングに上がるとき、あるいは勝った瞬間だったりとか、対抗戦の重みみたいなのを感じましたか。まあ、やっぱり対抗戦の重みっていうのは感じてましたけど、そうですね、もっと、はい、唯一の現役王者対決やったんで、はっきりした形で終わらせたかったなという思いで、悔しいですね、今は。その中でもこうポイント差をつけられたっていうのは、どの要因だったと思いますか、手数なのか。まあ、それはちょっと自分でも正直分かってなくて、ほんまに反省しかない試合だなっていう感じです。ありがとうございます。その他ご質問ある方、はい、ではお待ちします。戦ってみて、K1 の選手とそのライズの選手でこう違い、例えばリズムですとか戦い方ですとか、そういう違いというのは感じましたか、いつも戦ってる選手と。いや、でもやっぱり僕って結構どちらかっていうとなんか K1 寄りのスタイルやって言われたりするんですけど、やっぱりそのトップレベルの選手ってどのルールでも強いし、そういうのはやっぱり肌で感じましたね。その違いというか、そのルールにアジャストしてきてるんで、違和感もなかったですし、やっぱ強い選手はどんなルールでも強いなっていうのが分かりました。
金子選手 の, そのパンチの威力っていうのはどう感じましたか。そうですね、まあ、特別そのめちゃくちゃパンチ効いたとかはないんですけど、まあ、まあ警戒してた部分もあったんで、まあ、想定内というか、まあ、そんな感じですけど、はい、この、対抗戦という形はできれば続けたいと思いますか。そうですね、この結果に満足してないんで対抗戦続けたいですけど、まあ、やっぱりもっとみんなが盛り上がるような選手にならないといけないと思うんで、その対抗戦見たいって思われるぐらいの選手になりたいと思います。まずはライズを引っ張っていきたい。東京ヘッドラインの元井先生、お疲れ様です。次の2試合目はご覧になられました？いや、見れてなくて、結果で白選手が敗れてしまったんですけども、もともと白選手を破った上でライズのナンバーワンとして6月の大会に臨みたいと以前おっしゃってたと思うんですけども、それで今白選手が敗れてしまったことで、まあ、今後のちょっと目標というものはどういうふうに設定してますか。でも、まあ、自分としては白選手に負けてるんで、その事実は変わらないので、まあ、しっかり今後はライズで白選手にリベンジして、まあ、もしそういう対抗戦があるなら、その第2試合の勝者と僕がやっても面白いんじゃないかなと思いますけど、僕は全然いつでもやります、誰とでも。で、熊田選手はちょっと意識する選手になったということを思いますか。まあそうですね、そのこの階級で K1 で活躍してる選手の一人なんで、それ以前から試合とかも見てました、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それでは鈴木選手の試合後インタビュー終了となります。ありがとうございました。ありがとうございました。